折り紙で着物兄さんの作り方。折り紙作家のカミキーが分かりやすく作り方をご紹介します。顔の描き方や色によってお父さん風やおじいさんにすることもできます。他のカミキー作品と組み合わせて着物ファミリーにしてみました。おじいさんおばあさんを敬老の日の飾りに使うのもいいですね。父の日のカードにもおすすめです。使う髪のサイズです。本体に対して髪の毛は4分の1サイズ、15センチの髪で作った場合、帯は 1.5 センチぐらいのものをご用意ください。それでは本体部分の作り方です。白い面を表にして縦横半分に折って折り筋をつけます。まず半分に折って戻します。向きを変えて半分に折って戻します。次に上下の縁を真ん中に合わせて折ります。ところを戻します。次に下の縁を上の折り筋に合わせて折ります。次に左右の縁を真ん中に合わせて折ります。折ったところはもう一度しっかりと折ると、仕上がりがきれいになりますよ。折ったところを開きます。裏返します。そしてここについている山折り、こう出っ張ってる方ですね、山折りのこの部分をつまんで真ん中に合わせて畳みます。反対側も同じように山折り部分をつまんで真ん中に合わせて畳みます。次にここについている折り筋で折ります。ここは軽くで大丈夫です。そして下のこの隙間を広げて三角に畳みます。反対側も同じようにしたいので、もう一回軽く折って、そして隙間を広げて三角に畳みます。次に左右の端を真ん中に合わせて折ります。この縁が合うようにしてくださいね。
そしてこの隙間を広げて、ここについている折り筋のところを起点にして畳みます。反対側も同じように隙間をと広げたら、折り筋のところを起点にして畳みます。次に角と角を結ぶようにして折ります。そしてこの先の部分を下のこの隙間に入れ込みます。反対も同じように、この角と下の角を結んだところで折ります。そして先の角の部分を下の隙間に入れ込みます。裏返して本体部分の完成です。帯用に細長く切った紙の端の方をちょっと折ります。そして横の隙間に差し込んで、反対側も折って差し込みます。のり付けした方がしっかりつきますね。はい、これで本体部分の完成です。次に前髪があるタイプの紙の作り方です。白い面を表にして対角線に折って折り筋をつけます。三角に折って戻します。向きを変えて三角に折って戻します。下の角を真ん中に合わせて折ります。上の角を下に合わせて折ります。次に上のこの角を真ん中より少し手前に合わせて折ります。5ミリぐらいでしょうかね。ちょっと、真ん中に隙間が空くような感じで折ります。反対側も同じように、この隙間を真ん中のちょっと手前に合わせて折ります。裏返します。ついている折り筋のところで折ります。裏返します。そして本体部分を隙間に差し込みます。奥まで差し込んでください。そして真ん中を線で合わせて、そして上の角を本体部分と一緒に裏へ折ります。ここの下の角なんですけども、ちょっと長めというか、このまま残してもいいですし、ここも折るとまたちょっと雰囲気が変わります。お好みで折ったり残したりしてみてください。はい、これで前髪ありタイプの完成です。こちらはさらに横の部分がちょっと長い感じなんですけども、これは下
下の部分のこう角を開いて折っています。普通の折り紙だとこう白い部分が見えてしまうので、両面同じ色の折り紙を使うと自然な感じになります。両面同じ折り紙はこちらの抗菌折り紙の両面同色タイプが便利です。あとちょっと上の折り込みを深くしたり幅を狭くしたりしても雰囲気が変わりますので、いろいろアレンジしてみてください。次に七三分けタイプの髪型の作り方です。髪の毛にはちょっと髪の毛っぽく見える木目柄の折り紙もおすすめです。白い面を表にして対角線に折って折り筋をつけます。三角に折って戻します。向きを変えてまた三角に折って戻します。上と下の角を真ん中に合わせて折ります。半分に折ります。次に左の角を真ん中に合わせて折ります。そして今折ったところを今度は外側に半分に折ります。折ったところを戻します。次に右の角を今ついたこの折り筋に合わせて折ります。そして折ったところを一度開いて、この左の角を右の角のこの隙間に入れ込みます。そして本体部分の頭をこの隙間に入れて、上をこう上がこう出ちゃうんですけど、こう出ないように端に合わせて、そしてこの真ん中に来るようにセットします。そして上の角をこの本体と一緒に折る感じで折ります。この折る角度でちょっと折り方が浅いと髪にボリュームが出て、深く折ると少ない感じになります。そして下の部分をの角をちょっと折ります。これで七三分け、横分けですかね、の完成です。グレーで作るとおじいさんっぽくなります。では顔を描きたいと思います。今回メガネにしてみようかな。まず中心の鼻を描くと場所が決めやすいかなと思います。そしてメガネのこの真ん中を描いて、どうしよう、四角、丸、ちょっと丸っぽくしようかな。はい、そして口を描きます。眉毛があるとちょっと男の人っぽくキリッとなりますね。目はどうしよう、描かなくてもいいし描いてみようかな。はい、メガネ男子。そしてほっぺたですけども、ペンで描いてもいいですし、最近販売されてるこのマスキングタイプのシールの淡い色が、こう男の人だと濃い色だとちょっと可愛すぎちゃうんで、ちょっと薄めの色でつけると化粧が良くなりますね。はい、こんな感じで作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた、さようなら。
紙キー作品を気に入ってもらえたら、高評価で応援をよろしくお願いします。